ヨハンゲオルク・アルブレヒツベルガーは、ウィーンで活躍した古典派の作曲家、音楽理論家、オルガニスト、音楽教育者である。ベートーベンの死の一人として、また、ウィーンのシュテファン大聖堂の学長として知られている。現在では、作品の評価が必ずしも高いとは言えないが、当時は、大移法の親として、なお轟かせ、多くの弟子が集まった。 育てた弟子の中にヨーゼフ・アイブラー、フンメル、モシレス、ヨーゼフ・バイグル、ベートーベン、フランツ・クサーバー・モーツアルトラがいる。アルト・トロンボーン、黄金等様々な楽器のために当時としては珍しい競争曲を書いており、特にアルト・トロンボーン競争曲はトロンボーンの定番曲目として現在も演奏される。ウィーン市街のやや南西部に彼を記念して、 アルブレヒツベルガー通りが残されている。ウィーンの北10キロにあるクロスターノイブルクで馬車による運送の仕事もしていた農民の子として生まれている。7歳で同地の修道院聖火隊に参加。続いて13歳で、ウィーンの西約70キロのメルク軍に赴き、ベネディクト会に属するメルク修道院の少年聖火隊員となって音楽理論の基礎を学んだ。 1753年には、ウィーンのイエズスカイ新学校に入り、ここで音楽と哲学を学んでいる。同級生に、ミヒャイル・ハイドンがおり、彼を通じて、兄のフランツ・ヨーゼフ・ハイドンとも知り合った。1755年になると、オーストリア西部のラープ、続いて1757年にターファールの、オルガニストとなった。その後はメルク修道院の音楽監督を務めた。 1772年には、ウィーンのオーストラリア提出オルガン奏者に任命された。1791年には、信仰のあったモーツァルトを見舞い、死後は、葬儀の手配を行って参列している。同年に、モーツァルトの勧めで、シュテファンダイ制度の学長助手となった。1792年、ウィーンにやってきたベートーベンは、ヨーゼフ・ハイドンに指示したが、 ハイドンがあまり面倒を見られなかったために、ハイドンの勧めでアルブレヒツベルガーについて、火星と大位法を学んだ。終了の時にベートーベンは、忍耐、勤勉、根気、誠実さが成功の秘訣であると書き残しているが、これはアルブレヒツベルガーの作曲哲学を反映したものだった。1793年に、 ステファン大聖堂の学長となって1809年に亡くなるまで務めた。墓はウィーンの聖マルクス墓地にある。彼が残した最大の遺産は作曲の理論書で、1790年にライプツヒヒで出版された論文は1821年に第三版が出ている。また1826年には三観本の作曲法協定が出版され、さらに1855年には この三観本の英語版が出ている。出版された作品は、弦楽四重奏曲のほか、ピアノオルガンなど、鍵盤楽器の前奏曲、風がソナタなどが主である。各種の競争曲、室内楽曲、オラトリオ、ミサ曲など数多くの作品を書いているが、これらの多くは未出版のままで、ウィーン楽友協会に奏功の形で残されている。ハープ競争曲、 トロンボーン競争曲が比較的よく演奏される。ありがとうございます。